温暖化の整理をちょっとしてみたいとは思っているんですが、まあ、その前にですね、やっぱりこのあまりにも無責任な温暖化報道についてですね、やっぱりちょっと触れておいてからにしたいと思うんですね。まあ地球が温暖化していくかどうかは別にしましてっていうのは私はまあ違う意見なんですが、まあ温暖化するという学者もおられますんでね、1997年の京都会議から2013年まで、まあ、大体この15年間がですね、いわゆるその温暖化を世界で抑制しようという期間だったんですが、日本はですね、国の発展や国民の生活を犠牲にしてまでですね、CO2 を削減したわけで、削減してきたわけですが、これは世界で日本だけでした。私はですね、実は科学的な事実はともかくとしてですね、世界的に完全に日本が孤立している状態っていうのは、まさによく言われますが、満州事変から満州国の建国に至る、までの日本ですね。あの頃も本当にこうマスコミがですね、非常に異常な報道をしたわけですね。まあその時は朝日新聞、読売新聞が主体だったんですが、まあ、今回 NHK の誤報は本当に恐ろしいと思いますね。あの日本を世界的に孤立させたわけですから。なぜ日本だけが温暖化対策をしてきたのか、他の国は環境には関心がなかったのかというとですね、国の力というのは人口かける活動量であります。もちろんあの人口が多くてもですね、ほとんど活動しない国っていうのは、ダメなわけですね。で、活動量はほぼエネルギーの消費量に比例しますので、温暖化対策をしますとエネルギーの消費量を抑えなきゃいけないので、まあ、人口が一定の場合はですね、国の力を大きく後退させます。これがあるので世界各国はですね、温暖化の可能性があるかどうかを別にして、まあ、CO2 削減という政策を取ってこなかったわけですね。まあ、日本の、まあ、NHK などはですね、世界各国は見識がないとこう言っておりましたけど、見識がないのは NHK の方であってですね、世界各国はその温暖化の可能性と、その国が衰退したり、そこにいる国民が人生を失うということのバランスを考えていたわけです。まあ、いずれにしてもですね、世界で日本だ ただ1カ国が、国民を犠牲にして CO2 削減を進めてきたっていうのはですね、まあ、世界の笑いものでありました。特にですね、日本の場合は奇妙だったのはですね、気持ちが悪いっていう感じじゃないかと思いますね。外国から日本の NHK の報道を見たらですね、仮に CO2 が増えて気温が上がったとしますね、世界の。それでも海に囲まれた日本はですね、海洋性気候ですから、アメリカとか中国のように大陸国と違ってほぼ打撃を受けないということは、まあ小学生でも知っております。毎日の天気予報でもですね、内陸は気温が上がるというようなことを再々言ってるわけですから。それからまあ日常的にもですね、水と空気では水の熱容量、つまり熱を抱く力ですね、抱える力が3000倍も違うわけですから、お風呂で毎日のようにお風呂を沸かすときもですね、お風呂の水を沸かせば風呂場の空気は温まりますが、風呂場の空気は温まってもお風呂の水はお湯にならないっていうことぐらいはですね、まあ、誰でも知ってるわけですね。したがって海に囲まれた日本はですね、ほとんど問題にならないということはですね、もう誰もが分かることなわけです。また2009年のクライメントゲート事件というのがありましてですね、今まで IPCC が言っていた温暖化データにはかなりの間違いがあることも明らかになってきました。NHK はですね、放送法、これはもうはっきり書いてあるわけで、見解が異なるときには多角的に報道するということに違反してですね、世界で実質的に日本だけが温暖化対策をし、税金を使い、国民に不便を強いてきたということをもう現にやってきたわけですね。まあ、これは NHK の方針、政府が右といえば右、左といえば左ということで放送しているので、まあ、国民のこととか国のことは何も考えてないと、まあ、いうことがまあはっきりしているわけですね。ところで最近ですね、やっぱり気象変動もあるし、いろいろあるんですよ。あるんですが、アメリカやヨーロッパ、それに中国などはですね、当面の競争相手だった日本がこの15年で、まあ、衰退したわけですね。何しろ温暖化対策やれば衰退するわけですから、
で目的を達しまして温暖化についてほとんど言わなくなりました。それを受けて今度は日本のマスコミは気温の変化が起きても温暖化とは別の理由で説明しだしました。もしかすると NHK はですね、最初からよく分かってて日本を衰退させるためのグループがですね NHK の中にいるんではないかと、まあ、こういうふうに推定もできますね。特に先日ですね、北海道の気温が軒並み36度ぐらいになった時、まあ、日本全体も暑くて名古屋なんかも35度を越したわけですが、その翌日私はちょっと機会がありまして四大新聞、読売朝日毎日日経ですね、これを全部に目を通しました。気温が高かったっていうのは全紙に載ってましたが、そこには温暖化という用語は全く見られず、高気圧であるとか停滞前線の存在だとか大陸からの熱い高気圧ということで説明をしておりました。まあ、まともですね。しかし今まで気温が下がっても温暖化に原因を求めていたマスコミはですね、やっぱりこれほどの急激な変化をするならですね、これまでの報道の何が間違っていたかを触れないといけないと思いますね。少なくともなぜ放送法に違反してまで日本国民に我慢をし日本の発展を抑えてきたのかと理由を示すべきであります。ちょっと繰り返しになりますが、この問題はですね非常に大きい問題で、もしかすると NHK の中にですね反日というかですね日本を衰退させたいと思ってるか、もしくは特定の人の利権を取るための何かのメカニズムが働いている可能性があるんですがね。つまり温暖化についてはですね、学問的には両説があるということですね。寒冷化と温暖化の両説がある。2、まあ、それを置いてもですね、世界でほぼ日本だけが温暖化対策をしているということですね。それから3番目は放送法第4条に明確にこういう場合は両方の報道をしなきゃならないと書いてあるわけですね。したがって NHK は最低でもですね、両論を紹介しですね、温暖化の可能性もあるけれども世界は温暖化対策をしていないと、それから日本の被害はたとえ温暖化しても遅くなると、海洋性気候ですからね、という報道をしなければなりません。そして今まで1997年から15年間世界の気温は上がっていないのにツバルが沈む、将来ツバルが沈むかどうかは別ですよ、私は関係ないと思いますが、まあある意味では将来ツバルが沈むという可能性はあるでしょう。しかし NHK が報道したのはもうすでにツバルが沈んでいると、温暖化によって沈んでいるという放送したわけですね。これは気温が上がってないから温暖化してないんです。温暖化というのは気温が上がることを言っておりますから、気温が上がらないのに温暖化して海水面が上がるということはありません。この間違いを訂正する必要があります。今日か昨日かですね、読売新聞とか朝日新聞が大幅に販売数を減らしたという記事がありますが、ある意味では当たり前かもしれませんね。読売新聞もほんの1年前か半年ぐらい前に社説で大きく温暖化が進んでいるから皆さん気をつけなきゃならないということをやり、朝日新聞はご存知のように長い間温暖化のキャンペーンをやってきました。まあ、そういった新聞がですね販売数を減らすのは当たり前で、嘘を知るためにお金を出して新聞を買うという我々日本人のですね、我々人のいいところ、これはもうそろそろとやめにしないといけないでしょうね。まあ温暖化についてはもちろん私は科学的なものよりかですね、もう科学的なことも大事ですが、やっぱり世界でほぼ日本だけが温暖化対策してきた、日本のように海洋国家がほとんど被害を受けないのになぜ日本だけが、NHK とか朝日新聞、読売新聞がですね温暖化は大変だと言ってきたのか、なぜ嘘を国民に教えなければいけなかったのか、これについてはですね、むしろ私の方からではなく NHK や読売新聞、朝日新聞の方からですね、自分たちは何を間違ったのかということを報道する必要があると思うんですね。これは間違い、明らかな間違いですからね。だって事実、世界で温暖化対策してる国が日本、ほぼ日本、どんなに頑張ってもドイツの一部ぐらいしかないんですからね。だからそれはどうしてなのかと、それをなぜそれを言わずに報道してきたのかということをですね、やっぱりこの際、日本人ならやっぱ言ってほしいというふうに思いますね。おそらく NHK にも読売新聞にも朝日新聞にも良心的な記者とか
良心的なプロデューサーがおられると思いますので、その人がですね、こんな6月1日の翌日にですね、全く温暖化に触れずに説明するならですね、やっぱり自分たちの今までの世論誘導が何が問題だったかははっきりしなければいけないと思います。